3歳から4歳の間ですね。もともと最初スノーボードをやってて、イメージトレーニングとしてお父さんとスケボーをやり始めたのがきっかけです。新しい技とかできた時のやっぱ嬉しさがやっぱスケボーを続けられる結果だと思います。池田大輔19歳、スケートボーダーです。6時20分ぐらいに家出て、向かってって、1時間ぐらいジムで体を動かしてから、近くにあるスケートパークに行って、ウォーミングアップぐらいで、滑って、新横浜のパークに行って、夜8時半とか9時まで滑ってます。この上に立って少しアプローチをつけてこう滑ってって、向こう側に板をこうくるって回して降りるっていう、技なんです。それをフリップって言うんですけど、それを何回かトライしてパートに使ったっていうのが思い出があります。パークはだいたい同じセクションが多いんで、やったらできちゃうみたいな。だけど街中で滑るとキックアウトって言って、警備員が来たりとか、そこで時間もやっぱ10分とか20分ぐらいしかやっぱできないところで、すごい技をやって有名になったりとかあります。飛ぶ技が結構得意な方なので、ステアって言って階段なんですけど、階段を飛ぶのが得意で、それも結構一般の人からしたら結構迫力があったりとか、こういったなんか手すりだったり椅子みたいなところにかけたりするよりは多分飛んだ方が盛り上がると思うので、自分は結構そういった方が好きです。スケボーってもう計り知れないほど技が多すぎて、こう技をこうどんなに組み合わせたとしてもその名前があるんで、オリジナルトリックとかはあんまりないです。難しい技は自分は持ってるんですけど、フリップ270リップスライドっていう技があるんですけど、270度、自分と、板が回転しながら手すりにこうかける技なんですけど、やっぱ大会に出そうって思ったらやっぱメイク率が重要になってくるんで、やっぱ 1年とか1年半ぐらいはやっぱかかりますね。子供の頃は、お父さんに言われた通りにこう練習して、新しい技にチャレンジして、ちょっと泣いちゃったりとか怪我しちゃったりとかもあったんですけど、何回も練習して新しい技を覚えてましたね。最近だと、この技ちょっとチャレンジしてみようかなみたいな思ったら、何回もその動画を見てイメージして、パークに行って、やって、でイメージが悪かったらまた動画見ての、やっぱその繰り返しです。アイショットウェア、今見てるライダーのオールラウンドですごい上手いですね。なんか苦手なものが多分なくて、だいたいなんかストリートをやる人って結構ああいったバーチカルだったりパーク、滑れなかったりとか結構どっちかに分かれるのが多くてなんですけど、どっちも滑れるスケーターですごいスタイルかっこいいですね。新しい技にチャレンジする時にどういう風にこけるのかとかイメージできるんですよ。そのイメージが強すぎると、骨折とか、足首の捻挫とかあるんですけど、イメージを良くしていかないとその成功にはやっぱつながらないです。何回もトライするっていうのがメイク率が上がるっていう感じですかね。そこをしっかりしてれば
まあ、大会でも、まあ、緊張はすると思うんですけど、まあ、そんな緊張しないでできたりとかあります、ね。このトラックっていうんですけど、トラックにも重さと軽さがあって、自分は一番重たいのを使ってるんですけど、こう板を回すときにこうちゃんと足にくっついてるのが分かる。で、一番やっぱ重たいのを使ってますね。靴は結構こだわってて、あのスケート中はいつもジャノスキーです。このモデルは結構靴が柔らかくて、結構足の感覚ってスケボー結構重要で、指先の感覚まで分かるんで、すごい調子がいいです。タイヤも結構形種類があって、丸っこかったりちょっと細かったりして、自分は今これスピットファイヤーを使ってます。ブッシュも真ん中のミディアムを使ってます。ネットは自分がスポンサーされてる、まあ、バーンっていうヘルメットなんですけど、まあ、形がかっこいいっていうのがあって、フィットもしてすごい調子いいですね。帽子はあの結構深い帽子あるじゃないですか。ああいう帽子自分に合わなくて、結構浅めの帽子だったりとか、そっち系をかぶりますね。まあ、T シャツとかは結構 XL とか L とかそんぐらいを着てます。ズボンはもうやっぱスキニーとかはやっぱちょっと履けなくて、こうなんか肌にくっついてる感がすごいあって、ちょっとダボダボな感じをいつも履いてますね。まあ、あとはやっぱナイキ、まあ同じチームメイトなんで、やっぱりアイショットが履いてる靴を見て、自分もちょっと履いてみたいなと思って履いたりとかはやっぱやってます。スケボーをするときは結構音楽を聴いたりとかして、まあ、気分を上げて、結構滑るときはがっつり滑ってみたいな、集中してやってます。やっぱヒップホップがやっぱりメインですね。まあ、日本人で言ったらレオンっていう、あとはモバンバって言ってシェイクウェイスがあの歌ってるんですけど、それを聞いたりとか、あの自分で、まあ、大会でよく聞くプレイリストを作ってますね。大輔、池田、run number two。まあ大会もそうなんですけど、やっぱり人が見ててやっぱ緊張やっぱりするんで、まあ、日本だと、まあ、1分2トライで、まあ、2本あって。1本目がもしミスったとしたら2本目結構攻めないと上がれないってなったら、結構みんなそこにプレッシャー感じちゃってこうミスっちゃったりとか、そこでミスってまたミスが続いちゃったりとか、よくあることなんで、メイク率がやっぱ良くなった方がやっぱプレッシャーもあんまり感じないで滑れたりとか、結構自分は大会中結構強い方なので、まあ、なんか楽しめればいいかなみたいな気分で大会には挑んでますね。まあ、やめたい時は結構 何度かあって、やっぱり新しい技に挑戦してこうできなかった時とか、怪我しちゃった時とか、まあ、結構やめたいなとか思ったりしてたんですけど、新しい技をメイクした時のやっぱ嬉しさだったりとか、パークに行けばやっぱ友達がいたりして、そこで楽しくスケボーできたりとかするんで、やっぱ滑ってて楽しいとか、やめたかったなとか思ってた自分を忘れちゃってみたいな、やっぱそうですね、楽しい。